リアルサウンドをご覧の皆さん、ゴールデンボンバーです。ゴールデンボンバーです。イエイ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 。2019年を漢字一文字で表すと何でしたかね。書いていきましょう。よし、紙とペンをもらいました。はい、リアルサウンドさん特製。書きましたよ。書きました、書きました、書きました。誰からいく？じゃあ、一番面白いやつから。驚かったよ。驚かったな。なんでそんなこと言うんだよ。やりにき。やめろよ、仲間内で争うのは。じゃあ私。お、キャンさん。おー、キャンさん。おー、普通ですよ、これは。だだん、私の今年の漢字一文字、こちら。だだん。私は首から毛が生えてましたね。そう、これ分かるかな、このね、ね、分かりづらいんですけど、ここにね、首が生えてるんですよ。首から毛が生えてましてね、これは今年はよう育ちまして。ああ、豆苗みたいなもんだ。豆苗いや、本当に伸びたんですよ。ほっといたらね、こっからもう目に届くぐらいに行きましてね。もうじゃあもう20センチぐらいあるってことだ。20センチぐらいあると思いますよ。すごいな。よく伸びましたよ、ぜひね、皆さんの首も育ててください。ないからね。私行こうかな。大ヒーロー13に似た人。おー、はい、似た人。いや、本人誰だよ。本人だよ。ヒーローさん、はい、歌ひろば順番です。ヒーローば2019年やっぱりね、あの新人アーティストとか若手アーティストとかすごい魅力的な人たちたくさんいたんで、うん、そういうことです。えやりにくい。やりにくい。まあ、たくさんのアーティストさんがいらっしゃって、うん、ほんときら星のごとく出てきたんで、うん、そんな一文字こちら。はい、皆殺しです。ね、皆殺しって読むのか。はい、これ皆殺しって読む。すごい、そんな感じなんだ。漢字一文字で皆殺しって読みます。ヒカキンじゃん、はい、ヒカキン。ヒカキンって言わない、ヒカキンみたいに言うな。もう負けないぞという気概を込めて、皆殺し。負けないぞ、はい。これ普通に変換で出てくるの、はい、出てくるよ。さすが文系大学でだ。難しい字知ってるね。よし。さあ、次誰行く。私行っちゃっていいかな。あなた、はい。いやー、俺行こうかな。そのほうがいい、そのほうがいい。何だろうね、もう探り合い。なんで仲間内で探り合って。最後になるとね、なんか急激にハードルが上がるってね、落とさないといけない。やばいよ、この。じゃあ俺が先に行こうかな。お、そしたくいいですか。どうぞ。じゃん。脱。何ですか。脱退を考えた1年だって。そっち。いや、嘘だ、嘘だ、嘘だ。急に、嘘だ。脱ぐじゃないんだ。脱税を考えたい。いや、違う違う違う、それではそうじゃないです。全部やばいよ。話題になった。脱っていっぱいあるんだ。何を出したの、うん、いや、脱ぐ。それだと思ったんだけど。違うのかなってなってる。先に言われちゃったから、なんかイラッときたから。別に今年に限らってないですけどね。まあ、まあ、今年もちゃんと1年脱ぎ切ったっていうね。よく脱ぐんだよ、彼は。ちゃんと仕事しましたよっていう、ね、よく脱いだね。うん、脱いだ。来年も脱ぎたいね。脱ぎ続けた。脱ごう、いいね。まあ、今年も脱だからね。以上です。やべえ、うん、最後やっぱハードル上がるな。なんだい、なになに、どんな字。2019年、うん、漢字一文字で表すと、うん、多分こんな感じになるんじゃないかなっていう。え、何作った。え、何も使うか。2000… え、何、これで、あるの。2019年をあるわけないだろ、こんな感じ。2019年を漢字一文字にしたんだ、これ。するとこんな感じだろ。今一生懸命俺読もうとしてる。俺もなんかあんのかなと思った。一瞬分かんなかった。何の漢字だっけ、これ。なるほどね。2019年を漢字したらこうじゃないかと。いや、一休さんじゃないんだからなんで俺を最後にさ。自分で言ったんだ。自ら言ったんだ。もっと噛みついてこいよ、だったら。なるほどね、新しい、ちょっと斬新すぎて、ちょっと僕、ゴールデンボンバー桐生師匠は今年も平和でしたから、特にこうね、なんかそんな波風も立ってないです。2019年と言ったら2019年。なるほど。ただ目の前のこと頑張っただけなんで。いつもの今年だったと。いつも、まあ、みんないつも通りだけど。来年も使おうかな、これ。線じゃなくてゼロなんだね、これね。丸だとちょっとね、丸だとちょっと違う。ハングルみたいになっちゃうからね。楽しいゲームでしたね。ゲーム、今年を漢字一文字で表すっていう斬新さ。斬新、うん、なかなかないね。なかなかないですね。これ流行るんじゃないかな。あんまり聞かない、うん、初めてやったね。ね、うん、多分もうすぐやるよ、多分。皆さんもぜひご家庭で、学校で、職場で、キャバクラで、どこでもいい、やってみてくださいね、今年の漢字。というわけで、ゴールデンボンバーアルバム出ます。アルバムがリリース28日、12月28日、はい、うん、アルバムリリース。もう紅白に出してくれないという、ね、ポップなアルバムが出ますので、かわいいね。ぜひ皆様、ご購入もしくはご視聴をいただければと思いますので、ぜひともね、まあ、いろいろ YouTube に上がっている曲もいっぱいありますので、ぜひね、チェックしてみてください。よろしくお願いします。それでは、ゴールデンボンバーの4名様でした。良いお年を。よいお年を。よいお年を。